はいどうも皆さん、キャシーと申します。ザ・ミディアム、続きやっていきたいと思います。だいぶね、久しぶりになってしまったんですが、前回はですね、悲しみちゃんに言われて探していたリチャードに会いに娯楽室に入ったところ、いろいろな事実が分かりました。まず探していたトマスという男、そしてその娘であるリリアンという娘。この二人は主人公のマリアンと同じように、霊界を見る力があったようです。そしてその探していたリチャードという男は、このトマスの、実際の父親ではないんですけども、父親のように慕っていた人間みたいですね。トマスの才能を見出して、世話をかけていたというか、世話を焼いていたですね、というような男性だったようです。しかも、リチャード・タルコフスキーという名前で、途中で出てきた教師と呼ばれていた、庭保養所のね、惨劇の発端になった看護師であるウルサラさんの恋人だった人ですね、が、リチャードと同一人物でした。なんですが、このリチャードという男、自分の息子のような存在であるリチャードの娘リリアンに手を出してしまったみたいですね。それによってリリアンは精神的に病んでしまったということみたいで、なんかその影響で不気味な絵をね、描くようになってしまったようです。もしかしたら霊界側で出てきたいくつかの不気味な絵もリリアンによるものなのかもしれません。そしてそのトマスの娘リリアンなんですけども、リリーともね、呼ばれておりましたが、今まで出てきていた悲しみちゃんと同一人物なんじゃないかっていう疑惑が出ているような状態ですね。なんか声が同じなんじゃないみたいなことをマリアンが言っていました。そして娘に手を出したことを知ったトマスは、リチャードに対してね、怒って自分のこの霊界側の肉体ですね。この肉体を使って彼の中にこの精神体を送り込んだっていうような状態みたいですね。なので、リチャードがね、途中から魂が抜けたような状態になったっていうのは、もしかしたらこれが原因なのかもしれませんっていうのをね、これからやっていきましょう。さあ、ここはリチャードの精神の中みたいなんですが、やだな、自分の中の世界こんなんだったらやだな。何を隠している？子供に手を出してしまったっていうことみたいなんだけど、ただそのリリアンっていうそのトマスの娘はリチャードの幼馴染に似ていたみたいなこともね、なんか途中で話出てきましたけども、走った方がいいか始まりの場所、あ、なんかいる。これは攻撃が当たる直前にカウンター攻撃ができる。これでこうか？オッケー。よいしょ。今回からですね、ゲームパッドを使ってますので、前よりは操作しやすくなっております。おいおい。これこっち側はいけないか。あーだだだ。感じるかトマス。なんか向こうに手みたいなのがあるな。このトマスの方はね、主人公マリアンと違って人格も違うみたいなんですよね、この霊界側の自分と。Something terrible happened here. It changed Richard forever. No! What the hell? Leave her alone! 子供自体か。This is it. Richard's big ugly secret. The sum of all his demons. なるほど。だから幼馴染がどうのって言ってたから、やっぱり子供時代に何かあったっていうことなんだろうな、きっと。父親のナイフか。で、目標がリチャードを内なる悪魔から解放する。ああ、別に何だろう、復讐しようみたいな感じじゃないんだな。リチャード、 Your father forgot his knife. You better go and bring it to him.過去に付き合ってやるよってことか。リチャードの中に生まれてしまった悪魔を
倒そうと、そして元リチャードに戻そうっていうことなのかな。まあ、トマスもね、自分の中に悪魔を飼ってたみたいだけど、まあ、それがね、この霊体のトマスなのかもしれないけど。さて、どこに行けばいいんだ？上も行けなさそうなんで、右かな？こっち側に行ってみようか。こっちも行けないな。どこに行けばいいんだ？あれ？ああ！あれ？こっちから入ってきたんじゃなかったっけ？Thank you, Richard. You know what? Why don't you keep it? But it's your lucky knife. 幸運のナイフ。And now it's yours. You'll need it. I'm leaving tomorrow. What? No! だいぶ迷っちゃいましたけど、おうおうおう。こんな形でこの建物自体がいろいろ変わってんのか。まあ、精神世界だからな。軍人だったのか。No! I don't want you to go! おうおうおう。I don't want to go either, son. But sometimes what we want isn't what's important. Do you understand? I... When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now.これでお父さん戻ってこなかったとかそんな感じなのかな。やっと扉が開けられる。おっと、これはなんだ。何かを守っている。霊魂の衝撃。一旦他を調べてからにしようか。これはお父さんのあれかな、葉巻というか。他に調べられそうなものはなさそうだな。これだけか。他は？ここなんかあるね。これは？ああ、勲章かな？ちょっと待って、他には？これか。うん、なんかこれを見る限りやっぱりなくなっちゃったっぽいような感じがするね。こっちは何もないな。ここしかないな。あ、なんかある。これか。なるほど。何の絵だ。え、あ、暖炉の火が消えた。あー、めっちゃ迷っちゃった。そうかそうか、そういう仕掛けもありましたね。で、あ、ナイフ、はいはいはい。ポーランド人民共和国の政府代表として、タデウス・タルコフスキー、これお父さんかな、中尉の意挙に深くお悔やみ申し上げます。皆様が悔やまれる中、彼は遂行の理想のもとこの世を去りました。我々の自由と独立を守るために彼が出した犠牲をこの国は永遠に忘れません。国防省、うん、やっぱり亡くなっちゃったみたいですね。まあなんとなく分かってました。うん、なんだこれ。あ、なるほど。これで、そうかそうか。チャージして、これで衝撃波を打てるようになるんだな。では、これで、はいはいはい。よいしょいよ。オッケー。うん、だんだん思い出してきましたね。ん？これならこれでいいかって何の話？これまた、なんかガーデニングというか。Hey, Richard. 誰？
字幕消えるの早いんだよな。ローズ、ローズマリー。おっと、どっち行けばいい。とりあえず左側に行ってみたけれど、こっちは外れっぽいけど、なんかあるな。Come on, Richard. My arms are getting tired. あ、なるほど。これが噂のあれか。幼馴染とやらかな。多分。OK。これがおそらくリチャードの心の奥底に根ざしている闇の正体。まあ、闇の正体というか、そのきっかけになったっていう感じなのかな。これは同時期なのかな、そのお父さんが亡くなっちゃったのと。こっちがとりあえず脇道に入ると追加の情報が得られそうな感じがするかな。結局同じところに出たか。まあ普通に仲は良さそうみたいですね。これ多分もう一個の道。何がどこ行ったの？これ戻るだけだよね。うん。で、左かな？こっちに行けば良さそう。で、お、なんかある。But what is it?Something very important. 大事なもの。Promise me you'll keep it safe. なんだろうね。This way, silly. また道分かれたな。とりあえず脇に入る。あ、戻ってきた。そういう構造になってんのね。あー、ちょっと待って。あ、でもそうか。それは来た方向か。なるほどなるほど。Rose? Rose! Over here! 大丈夫かな。遊んでて事故って亡くなったとかそういうパターンじゃねえだろうな。There you are. I was afraid you'd get lost in there. Me? I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hey! めっちゃ綺麗な場所だな。遊んでたところに、おおお、まさか雷に打たれて亡くなったとかじゃねえだろうな。キュート、リチャード。Real cute. So, where do we go from here?なるほど、この絵の中に入ったっていう感じだったのか。まあ思い出の場所ってことかな。で、おっと、これ棺？あー、なるほど、さっき吸収したのはお父さんの棺のところの花からエネルギーを吸収したんだな。オッケーオッケー。こんな感じで、じゃあリチャードの過去を順番に見ていくっていうような流れになるのかな。I can feel something's not right. 何かがおかしい。じゃあここ登れるようになったから、こっちか。Who is he? He's someone who can take care of us. But I can take care of you. I promised Dad I'd protect you. I know, honey. And he would be so proud of you. But sometimes a brave heart is just not enough.お母さん再婚したとかそんな感じなのかな。とりあえずこの先行ってみようか。Hey, come here. やっぱりそうだ。まあ母親一人でね育てるの大変だからね。全くわけがわからん。
何もない。何か本当はあるってことか。何かをそこに持ってこないといけないのかな。この場合はこうか。あるね。なんじゃこりゃ。回転させてみても特にない。まあそれをさっきのところに置きゃいいんだろうけど、ちょっと先に周囲を探そうか。ここらへん、ほら、あるね。Hurry up! I need it! Useless. Just like this. 絵に描いたようなとんでもねえ親だな。親っていうか、義理の父親だな。これなんか、そうか、イベントを進めないと多分ダメなんだろうな。じゃあ先に進めちゃおう。はい。Oh, what? You want a bedtime story? I'm not your goddamn mother.これで終わったっていうことは、これの繰り返しかな。あ、そうっぽいね。お、ああ、そっか、押してないとダメか。空きボトル。なるほど。なんか、この、あ、でももう調べらんなくなった。この父親が、心の闇の原因かな。Don't make me get up, boy.You calling me a drunk? Get the hell away with that! Real fucking charmer, that one. そうね。やっぱりこれで順番で見ていくことになるっぽいな。結婚式の写真。これはどっちの？再婚相手との結婚式の写真なのかな？はい。Oh, you little shit. I'll teach you some respect. いった！なんてことすんの？あ、これ、そっか、なんか潰せたよな。あ、痛い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 、ミスったミスった。ボタンを間違えました。よいしょ。これなんか破壊できたから破壊しろっていうことだね。Ungrateful little fuck! Get the hell away from me! ちゃんと反抗したんだな。喜んで。ここにもあるんだけど、まだ調べるようにはなってないってことは、後で調べるようになるんだな。じゃあ先に奥行こう。あんまり見てて気持ちのいい過去ではなさそうだね。まあそりゃそうか。おっと、ここでチャージができるな。エネルギーをチャージ。あれ、さっきまで開いてなかった普通に。まあいいか。他にはなさそうかな。行っちゃってよさそう。 Get away from me, you bastard! No! 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 あ、痛い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 。普通に DV 野郎だったんかな、これを見る限りだと。おお、一発で。DV 野郎に、おそっと。全てお前のせいだ。お前は母親を守れなかった。自分を責めてるってことか。この義理の父親に言われたことがもうずっと
とみたいな、頭の中に残っちゃってますみたいな感じなのかな。よいしょ。This place again, but not the same time. 同じ場所ではあるんだ。ただ時が経ってると、まだローズとは関係を持ったままみたいですね。関係を持ったままっていうとなんかちょっと語弊があるけど、友人同士のままみたいですね。大丈夫かな、今度はローズがひどい目にあったりするんちゃう。I'm sorry. It's all right. We can finish some other time. Richard, where are you? こっちでいいのか? Hello? どっちに行けばよろしいんで、Richard!Come out! おっと、ちょっと待ってくれ。おい、迷うな。これは来た道か?あ、なんかあるわ。Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. これあれだね。1回目の時大事だって言ってたやつだよね。なんかアクセサリーっぽい感じか?母親を守れなかったから今度は代わりにこのローズを守ろうとしてるってことなのかな、リチャード君は。リチャード、ただローズの方は一体誰から守ろうとしてるんだろう。だからこれは義理の父親にといろいろあった後の話だね。それに合わせてこのガーデンもなんか気色悪い感じになってね。最初の時には綺麗だったのに。お前の血は分かった。ちっとも変わりやしない。ああ、なんか暗い感じになってね、確かに絵が。マミ、What's going on? Shh, listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our house tonight. 何人かの男?その男たちにその DV 男を襲わせたのか?なんかそれっぽいね。おっと、また絵があるな。その前にチャージしないといけないから、まずはこれか。Any son of Poland who collaborates with the oppressor.コーラボラター、わかんないな迫害者っていうのは何を指してるんだろう。 Who steals from, denounces or otherwise acts against his compatriots. 左手の最初の家だ。左手の最初の絵ってどういうことだ。川のすぐ近くで目の前に古い桜の木が生えてる。やつらはあいつらを食料庫に隠してる。床板の下だ。
時々気分転換に外に出させてる。時間は大抵夕方だ。外出する奴らもいる。おそらくは食料を探しに行ってるんだろう。やるなら夜がいい。やるっていうのはその DV 野郎を懲らしめるタイミングっていうことなのかな。他はなかったよね。これもなんかあるな。隠れてるものはなさそう。Commits an unforgivable crime against the motherland. 祖国って言ってるのはどっちなんだ。Swiftly punish. ポーランド、ポーランド人なのか？おっと。これでチャージして。これあれか、最終的にはその DV 野郎は首を吊ったってことなのかな。とりあえずここでよいしょ、吹き飛ばしましょう。でまたガーデンに行くのかな。なお荒れてるな。 This is getting tedious. Bro! Where are you? I'm sorry. ちゃった。まさか触手が配置されてるとは。危ない。あ、ちょっと最初のところ曲がったやつ見てない。まあいっか。これは、あー大事だって言ってたやつが、いや違うな、これ食べ物か。一緒に食べたやつだな。Please, come out! あ、これだ、大事だって言ってたやつは。血がついてるっぽいな。これさっきのコーヒー缶に入ってたやつか。あ、これだけか。同じ場所なんだけど角度が変わってるから、いまいちこう道がわからん。とりあえずこっちではなさそう。痛い、見えないですよ君。死角から攻撃してきやがった。違う、こっち行ったのか。だから今度こっちだな。危ない。でこれ右側はないから左か。お、急に速く走れるようになった。危ない。触手祭り。ローズにもなんかやっぱりあったんだ。起きてってことはもう倒れてたってことだよね。というかこの演出を考えるとなくなってたんだよな多分。ローズは何で。痛い。またボタン間違えてる。やつらってのは誰のことを指してるんだろう。これはてっきりあの義父がね悪いことをしたというか、なんかやったんかなって思ってたんだけど、でもそっちの方はもうね別のやつにやらせたもんね。これはあーローズの絵か。はいはいはい。あ、他に行くとこねえな。こっちか。ちょっと待って、これそっちで合ってる？あれでもこれはもう行ったよな。これ見たやつだよね。あれ？なんか迷ってる？こっち、いや見たな、見た。あ、でもこっち行けるようになったのかな。なんか全然道が同じところを通ってしまっているような気がする。
あーでも合ってるっぽいな。おーなんかでかいのがいる。あれがリチャードの闇の元凶というか具現化したものかな。ローズ？いまいち今のところ話がよくわからないけど。あ、大人ローズの声が。ローズじゃねえや、リチャードか。リリー。あ、やっぱりそうだよね。なんだ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 。戻ってきた。やっぱりその昔助けられなかったローズって幼馴染とこのトマスの娘であるリリー、まあリリアンを重ねてしまっていたってことよね。結局執着心みたいなもんなのかな。さっさと終わらせるぞって、あれを倒すの、もしかして嘘でしょ。あーでもあれで補給して戦えってことだよな。あでもあの手さ、最初来た時入り口にあったね。そういえばこれ、これは、いや調べられないな別に。あーなるほど、これで攻撃してこどもリチャードを助けると。これが霊界側のリチャードなんだな。でも子供の姿と。And what does this monster look like? Sir, there's no time! Hurry, we have to get out of here! It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid.I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. No, what? No, don't come any closer! Don't touch me! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard.自分の中に救ってる怪物だから逃げたって消えやしないよっていうことなのかな。 It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. おー、なんか触手が後ろから。動かせないよねまだ。子供を喰らうもの。子供を喰らうも、これがリチャードか。You're him, Richard. そうだね。I'm what's left of him. The bleeding.
sap drying on the stump. All because of her. あの女、それリリーのことか？You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has rotted away. There's barely anything left. No, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I am, but you ripped me apart. You burned me down and left me in the dark. He's a fiend, a monster. これはトマスのこと言ってんのかな？Thomas, what is he? He's the one who butchers the soul. 魂を虐殺し破壊する男だ。But you, yes, I know you. You can set me free. I can feel it. Please do it. これもそうか。囚われてた子たちと一緒なのかな？Nothing. Do you hear me? Then give it to me, please. Do not exist. That's all I want. So be it. You think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the ferryman.赤い家から来た女の人、赤い家。あ、同じこと言ってる。実績録解除、許されざる者。This time, it wasn't just a feeling, it was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he a part of my...そもそもリリアンとマリアンって名前からして似てるからな。なんだったら同一人物まである。And then something clicked. That girl. It's me.やっぱりそうじゃん。But it looks like it was taken here, at Neva. Shit. やっぱりそうだよ。リリアンイコールマリア。でもだとしたら悲しみちゃんは？ Whatever it is, I can feel it out there, like it's calling out to me.庭保養所の近くの森の中に赤い家があるんだ。森を抜ける道を見つける、これでじゃあ過去のトマス編は終わりかな。はい、ということで、まあ、ちょっとね、容量得ない部分も多々ありましたけども、結局、義理の父親はどうなったのか。なんか、ポーランド、だからなんかね、政治的な話とかも関わってんのかな？ちょっとわかんないですけども。うん。まあ、とりあえず、理由はわかりませんけども、リチャードは自分の大切な
まあお母さん、でもお母さんもどうなったかよくわかんないけどね。まあとりあえず幼馴染のローズを助けることができなかったと。まあそのことが原因でリリーに手を出してしまった、すがってしまったってことなのかな。で、チェーンカッターを手に入れる間に、いくつか魂、3つかな、魂解放したじゃないですか。あれの大きい版だったみたいですね。同じように多分霊界側にリチャードの魂の一部が取り残されていて、それを先ほど解放したということみたいですね。うん。まあ、とりあえずそのリチャードを解放したことによって、新たな事実、リリアンイコールマリアン、つまりトマスの娘なんじゃないか説が出てきたっていうことですね。はい。ということで本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。